はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極孤独と友情を知る男、究極歌教員ですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティを見ていきましょう。まずはリーダー、黒キラですね。ハイパーヒール、怨念アイアイをつけてます。続いて赤尻ですね、ムーブブーストゼロスマ、得意属性几帳面な男をつけてます。さらにバイスケですね、ディメンション産物壁コンゲラスをつけてます。スタンバイ2はセランですね、喧嘩アイアイをつけてます。フレンドは黒キラを呼んでます。で参ります。ほぼ赤汁のね、4日で攻略するような感じになってます。しかし狂気に入ってしまうとちょっとやりづらいので、やや遠めにからやってます。で続いて問題なのが J ガエルの旦那ですね。スマッシュカウンター打ってくるので、本当ここもやや遠めからいきましょう。もう打ち漏らしがあってもしょうがないですね。さあ第2ラウンドです。ここはあまり気にせず突っ込んでいきましょう。まずはね、この位置だとリサリサ先生から倒していきましょう。はい、もう倒せましたね。さあ続いて、ここはウンドゥールが近くにいるので、まずは逃げてからスマッシュを打つことにしましょう。どうかな。うん、もうこれで OK ですね。あとはダウンは打ち漏らしても大丈夫なので、そのままいきましょう。そしてディメンションでさよなら。さあ続いて第3ラウンドですね。ここはもうバイスケで真ん中でね、なるべく真ん中で打つように、あっとしまった、やってしまった。はい、よいしょ。本当はなるべく真ん中で打っておきたいところでしたけどね。さあここは逃げるようにして、ちょっとバリアにね接触するような感じで行こうと思ったらチキンでした。あ、産物が外、やはり大丈夫ですね。さあ最終ラウンドですね。ここはもう、ブレイクスキルがね、錯乱が耐性があるので赤尻で突っ込んでいきましょう。問題なのがチャカにねカウンターをもらわないことです。さあもう一回突っ込んでいきましょう。慣れるとね、4日で周回する方が早いような気がします。ノーシープレイだとあのユニ締めでやった方が早いかなという感じですけどね。まだ私は4日に使い慣れてないっていうのがありますので、ちょっと手間取ってはいますけども、かなり早く周回できるんじゃないかなと思います。慣れてきたらですね。使いようによってはラッシュでもいいかもしれないですね。はい、無事クリアすることができました。やはりちょっと、慣れてない部分もあるので、失敗することもありましたけど、無事クリアすることができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバタイ。